はい今日は子供に何の武器も持っていないことを伝えるのは残酷ではないという切り口からなんですけどもあの何もなくても人生は豊かだってことを教えていくのが教育だという話をしましたでもですね反対意見もあると思いますそれじゃあ何かと辛いんじゃないかということもあると思いますもちろんそれも分かりますで何とか世の中をも渡っていけるだけの武器を 子供が見つけ出す手伝いをすることはできると思うんですよ、ぜひね、あの何もなければ辛いという方は、それをしてあげてほしいんですよ、見聞を広めるために留学をさすとか、外国に連れていくとか、いろんな書籍や書物を与えたりとか、欲しいといったおもちゃを与えてあげるとか、これすべて親の責任で、与えれば与えるほどですね。 子供は発想が豊かになって可能性が広がるんですよ。それが親の金がない、自由がない、労力がかかるっていう理由で子供の可能性を閉じていってしまうなりません。閉じていって我慢という言葉の魔法にかけて何もさせないではなくてですね、全てをさせてあげるんですよ。子供が思ったことやテレビを見てピラミッドを見てあそこに行ってみたいって言ったらエジプトに連れていくとかね、そういうことがどれ、どのぐらいできるか、自由度の高い親になっていかなければなりません。金銭的にも時間的にいります。だから親が何かに拘束されてしまうと子供も拘束 から人生が始まままってしまいますんでねそういうふうにはならないようにしていくべきだと思いますしもし自分の親がですねそういう拘束の多い人生を送っていったら自分自身が親に依存せずに自由になることでですねあのお父さんお母さんを助けていってほしいなと思うんですよお父さんお母さんをその拘束から解放してあげるのはこの役目でもあると思いますはいで、えー、だからですね早めに自立することですよそのためには早めに自立してでも一番頼りな 存在とととして親をを尊敬敬すするいいうか、ね、敬意を置くべきだと思いますね、うん、でそれが、あのーまあ、子どてになってきてです、ね、こ子供に世の中を渡っていく武器を与えられないとかねその可能性を広げられないってことに気づいたときにどうすればいいかということですけども絶望する必要はありませんせめて子供が世の中に出た時にですね現実に打ちのめされてもどんなに傷ついても生き抜いていくだけのです、ね、タフな心を育ってあげればいいんですよこれはこれはですね学習でできます 体験が少なくても学習ってものでカバーできますんで、えー、とスマートフォンを駆使して検索検索で。 勉強してですね、頭をしっかりと鍛えてですね、それを子どもに伝えてあげてほしいです。どういう風にネガティブな要因に立ち向かっていくのか、どのようにいじめに勝っていくのか、どのように成績が悪くても自分を立てていくのか、どのようにユーモアというのを磨いていくのか、すべて検索すれば無料で出てきます。時間もそんなにかかりませんので、それは親の役目としてプレゼントしてあげてほしいと思うんですよ。もちろんこれ子供だけではなくて 周囲の友人とかですね、頼りにならない人とか、すべてをあなたが発信して、誘導して、教育する、そして素晴らしい人生を多くの人に提供してあげてほしいと思うんですよ。これもビジネスの真髄で、えー、感謝と提供の、まあ、なせる技だと思います。はい、今回の動画も以上でごござざいいまます、はい、ありがとうございました